にちは、シェルです。自分に誕生日プレゼントを買ってきたので、今日はそちらの開封動画です。ディオールでお買い物してきました。ゆらゆら、腰が可愛いね。しっかりしてるやつだ。しっかりしてる。重みがありますね。こちら開封していきます。ほいほい、すごい可愛い。よいしょ。はい、ではおー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 おお、オープン。サララン、サララン、こういうリボンはやっぱしっかりしてますね。うん、めちゃくちゃ綺麗。オープン。パッ。あ、すごい開けたって下手じゃん。オープン。お、はい、こちら見ていこう。うわは、はい、こちら自分へのプレゼントに帽子を買いました。キャスケットサイズが56です。小さいのあったから買ったんですよ。そうそう、あんまりねサイズが合う帽子がないんですけど、そう、56っていう小さめのサイズがあったのでこちらを買いました。かわいい。ブラックもあったんですけど、私はこのベージュが良かったのでちょうど良かったです。56っていうサイズ。はい、じゃあかぶっちゃおうかな。どうでしょうか。うん、かわいい。そう、久しぶりに帽子買った。うわー、ダッサー。シャツずっと見えてた、恥ずかしい。というわけで春夏はこちらの帽子をたくさん使いたいと思います。ディオールで初帽子でした。あ、これいくらだったっけな。これお値段がこちらの帽子のお値段106,700円です。なかなかのお値段でした。というわけで今年の誕生日プレゼントはキャスケットにしました。たまに帽子欲しくなるんですよね。今ある帽子だとプラダのキャップとバーバリーのキャップ、ブランド物のキャスケット初めてです。はい、そんな感じで今日はプレゼントの開封動画でした。今日も動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。